こんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、久しぶりに大食いをしたいと思います。ということで、たくさんの YouTuber さんがやっているかと思うんですけれども、こちらじゃじゃーん、こちらペヤングの超超超大盛りギガマックス激辛を食べていきたいと思います。私これ初めて食べます。私辛いものすごく大好きなので、辛い分にはすごい平気だなって思うんだけど、多分量がねやばいなって思うんですけども、やっていきたいと思います。どれだけ私が辛いもの好きかと言いますと、なんだろうな、あんま想像できないんだけど、例えがないんですけども、私は普通にこういうね、ペヤングの激辛あるじゃないですか、激辛のこれを普通に Amazon で箱で注文して一人でペロッと食べちゃう系のすごい好きなんですよ。激辛ペヤングめちゃくちゃ好きなんですよ。辛いのには全然自信があります。だけれども、この量ですよ。だってあれよ、2136kcalだからね。今日ねまだね1食も食べてないの。4時半になるんだけど、まだ1食も食べてないので、まあ、今日はこれだけで済まそうかなって思ってます。これペヤング4個分っていうらしいです。わぁやばー、でっかい塊が2つ入ってるって感じ。今日大食いやるんだけど、私このね、知っての通り、私カップ麺の火薬がすごい苦手なので、これはごめんなさい、していいですか。これ抜きで、これだけでやっていきたいと思います。じゃあお湯持ってきます。で、水がね 1300ml 必要。ちょっと待って、危ない。 1300ml 必要って書いてあって、うちのケトルが1200だったからよかった。危ない。じゃあ3分間待ちたいと思います。はい、ということで3分間待ってるんですけども、前回か前々回の動画で出したと思うんですけれども、私とさとひろがねファンミーティングをやるということで、よかったらぜひ皆さん遊びに来てください。もう一次選考終わっちゃったんだけど、二次選考とあと一般が残ってるので、よかったらね、8月なのでね、もう受験生の方たくさんいるかなって思うんですけども、毎日さ勉強しててもさあれやん。だからちょっと息抜き程度にさとゆに会いに来てはいかがでしょうか。でねでね、乾杯。あー、牛乳うまー。が食べれる自信がある。どっから来てるんだかわかんないけど、食べれる自信あるな。めちゃくちゃお腹空いてるし、この激辛ペヤングすごい好きだから、だいたいちょっと3分ぐらい経ったかなって思うんで、お湯流していきます。 OK。 うわ、やーば。じゃじゃーん、めちゃくちゃ量が多い。まあさすがに4個分っていうぐらいありますね。やっべ。なんだろうね、ペヤングのさ激辛のやつってさ、辛いけど美味しいんだよね。辛いだけじゃない、ちゃんとそこに旨味がある。こんな感じ。うわ、かき混ぜるの一苦労。こんな量多かったっけさっき。オッケー、完成しました。具なし激辛超超超大盛りギガマックスでございます。それではいただきたいと思います。よーいスタート。美味しく食べようっていう感じだね。いただきます。あっ、おいしい。めちゃめちゃおいしい。今日初の食事、ずっと辛いな。今日初の食事だからめちゃめちゃおいしい。久しぶりにこういう激辛系食べる。美味しく食べれる辛さ。多分めちゃくちゃ辛いの苦手な人は食べれないと思うけど、辛いの福君はめちゃくちゃ好きだと思う。今日はね、相方の外広さんは風邪をひいて喉が痛いので、助っ人がねいないということで、一人で全部頑張りたいと思います。なんか食べても食べても減らないな。多分早く食べないとお腹いっぱいになっちゃうんだよね。いや全然変な。ちょっとトッピング、私辛いもの食べるときにね、納豆を食べるのが好きなのよ。だから納豆も食べます。これ納豆食べてさ、ペヤング食べれなかったって言ったらもう納豆のせいだよね、確実に。おかめ納豆。あ、でもなんか久しぶりに食べると辛いな。納豆うまっ。待って、こんなにあんの、まだ。まだこんなにあるんだけど。熱くて辛さが増す。もう好きな人とかなくなったよね。待って、やばい。うん、さっきから全然減ってないのに結構お腹いっぱいにできてた。もう10分経ったの。私てっきり10分ぐらい食べ終える級のあれでいたんだけど。待って、お腹いっぱい。納豆を食べたのが京都でたな。あー待って、結構きついぞ。ジャンプしよう。あーやばい、全然減ないな。
ちょっとタイムダメだ。ちょっと一回休憩させてください。辛いんだ。いや辛くてお腹いっぱいなんだよ。こんな感じです。今のところちゃんと半分食べたって感じかな。皆さんこんにちは。あれから3時間が経ちました。一向に減りません。ほら見て、わかんないけどちょっとお腹がいっぱいなので一回アイス食べます。無理だよ。なんか見た目はすごいなんか軽そうに見えるけど、しかもみんななんか YouTuber さん男の人多いじゃん。で男の人が食べてるとさ余裕そうじゃんって思うけどさ、やっぱ男と女の差って多分違うんだな。でかいんだなって思った。明日の昼食べたいと思います。ちゃんと食べるとこまで回すからね。今日は本当に無理だって。普通に考えて成人女性が1日に食べるキロカロリー1700と1900とかなのよ。これ2100いくつでしょ。そりゃそうですわっていう感じ。てか普段こんな食べないし。きついでーす。バイバーイ。はい、ということであれから1日経過して食べた日の次の日3日目かなになります。ということでなぜ昨日食べなかったと言いますと、全然違うものが食べたくなったので昨日は食べなくって今日に持ち越しました。ということで今温めてるので待ちたいと思います。できたー。じゃーん。さすがにあの容器のままではできないかなと思ったんで、あのお皿に移す。じゃーん。一食分あるやん。しかもめちゃめちゃ熱いやん。食べれるかな。でも言うて朝から今日は何も食べてないのでアイスしか食べてないから多分食べれる気はするけど、飲み物は欲しいです。さあそれではいただきたいと思います。ストップウォッチか。ストップ、あ、リセットしてないのに止まってる。わかんない。28分ぐらいだったような気がするからこっからスタートです。よーい、スタート。あ、美味しいけど出来たての方が確実に美味しい。冷蔵庫で保存してたんだけどね、出来たて派ですね。焼きそば自体にね水分がないから食べてお茶飲んでってしないと口の中パサパサになっちゃう。辛さは変わらず辛いですね。はい、ということで多分ラスト一口だと思います。いただきます。ごちそうさまでした。ふぅ。ということでこのお皿一杯だったら4分13秒で食べ終わりました。1日目に食べたのが28分だったから1日と32分かかりました。さすがに超大盛りはね1日で1人では食べれませんでした。ということで久しぶりの大食いでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。